にちは。仙台リメンバーの高橋です。本日はですね、ガクチカがないという悩みを抱えた24卒の学生に来ていただいたので、お悩み相談企画を取っていきたいと思います。ということで、初めに岡本さん、自己紹介の方お願いいたします。はい、うずうずの岡本と申します。ヒロさんチャンネルという YouTube チャンネルで模擬面接の動画とかを出しています。よろしくお願いします。ありがとうございます。岡本さんの公式 LINE は概要欄に貼ってありますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、学生の方、自己紹介お願いいたします。立教大学外国語学部英語学科から参りました、熊澤美と申します。本日よろしくお願いいたします。ありがとうございます。早速ですね、就活の状況と今のお悩みをお聞きしてもよろしいでしょうか。はい、就活の状況といたしましては、6月の初め頃から始めた感じなんですけど、そんなに進められていない感じです。 1,2 年生の頃もコロナの時期とちょうど被っていたってのもあって、アルバイトしかしていないっていうのもありますし、成績も特別いいわけじゃないんで、ガクチカかけることがあまりない、なんか感じです。なんか一生懸命めっちゃ頑張ったこととかってあるんですか？1,2 年生の頃になっちゃうんですけど、コロナ禍の時期ずっとオンラインだったんで、はい、トイックを頑張っていて、非公式テストなんですけど、で500点前後だったんですけど、自分的には悔しくて、3年生までに800点以上目指して頑張っていたっていうのがあります。結果的には2年生の秋で公式テストで890点まで上げることができました。おー、すごいですね。めちゃくちゃ上がってますね。あるじゃないですか。890点はアピールにつながる素晴らしい成果だと思います。いや、自分的にはこのチームで頑張ったみたいなエピソード強いなって、個人でこれをやったっていうエピソードと受けないっていうんですよね。それがちょっと心配で。トイックの方をガクチカにはしてないんですか？一応トイックの方もガクチカにしたんですけど、大学のキャリアセンターの方とも検索とかしてもらって、具体的にやってきたことが会社にどのように活かせるのかって言われた時に、なんだ思いつかないっていうか、どうすればいいかなっていうので、ちょっと保留みたいな感じになってます。そういう意味だったら別に会社に全然いけると思いますけどね。英語力が活かせるとか、そういう部分ももちろんあると思うんですけど、そういうの以外でも、目標を定めて、その目標に向けて、日々英語の勉強とか、トイックの勉強とか、工夫しながら時間をたくさん使って、コツコツ積み重ねてきたからこそ、500点前後から890点っていう、300点くらい、そのスコアを伸ばすことが結果として出せたと思うので、全然仕事での活躍イメージは持ってもらえるんじゃないかなと思ったのが、まず一つと、チームでのことの方がいいんじゃないかなっていう風な部分とかも、心配かもしれないんですけれども、面接の中でアピールする機会って、ガクチカの1個だけかっていうと、他にも自己 PR でアピールする機会もありますし、挫折経験というところからアピールすることもできますし、アルバイトでチームでやったことを話していくとか、ガクチカにおいては、トイックの話で、チームではやったことではないことだとしても、それを伝えたからといって、この人チームで仕事できないのかなみたいな感じには、面接全体では思われないと思うので、そこまで心配しなくてもいいのかなとは思います。自己 PR とガクチカの面接、やってるなと思って、こちらのどっちもアルバイトなんですよ。だからどっちかをトイックにした方がいいんですか？私だったら変えますね。自己 PR はアルバイトにして、ガクチカの方をトイックに変えちゃうかなと思います。はい、私が学生時代頑張ったことはトイックの資格取得です。私は大学入学当初にあるトイックの非公式テストで520点でした。公式テストと違い問題数も少なく、難易度も容易と言われていたため、公式テストでの520点だったので満足できませんでした。そのため大学3年時までにトイックの公式テストで800点以上という目標を掲げ、目標達成に向け自身の弱みを把握するところから始めました。私の弱みが単語不足によるリスニング能力の低さであると考え、単語力強化という面では記憶の定着を促すために、朝と夜、そして隙間時間を使い勉強し、リスニングを鍛えるために問題集の音読であったり、洋画を見ながらシャドーイング練習を行いました。約1年半継続した結果、最終的に大学2年時の秋にトイック公式テストで890点を取得し、目標を達成することができました。この経験から自身の課題と向き合い、改善のために行う日々の地道な積み重ねというのが結果につながるということを学びました。以上です。はい、ありがとうございます。大枠としてはとてもいい内容だなというふうに思いました。さらにですね、その予算ですね、非公式テストで520点から890点に上げるっていうのは素晴らしい成果なので、その成果を確かに出せるなっていうふうに感じてもらえるような、伝え方ができればなと思ったんですけれども、ワークできるところは具体のところかなと思ったんですけれども、例えば毎日3時間勉強をずっと続けてきましたとか、そういう量をこなしたっていうところを伝えられると、仕事でも課題をクリアするためにしっかり勉強してやってくれたらなみたいなイメージが伝わりやすくなっていいかなと思うんですけど、勉強量みたいなところでいくとどれぐらい時間投下してきましたか？この中で地元にいたって思って、多分やった量的には本当に多い時だと6時間7時間すごい。平日もすごいその頃はやる気があったみたいで、朝5時ぐらいに起きて2時間単語やって、で空いた時間にリスニング聞き流しやったり、夜はリーディングやったりって、結構なんか頑張ってました。めちゃくちゃいいじゃないですか。すごい。夜はどんぐらいやってたんですか？少なくとも2時間はやってたと思います。平日でも4時間以上はやっていた感じですね。3、4時間は絶対やったと思います。で、一つ質問させていただきたいんですけど、はい、学知科の最後にこれこれ学びましたとか、この力はどのように会社に活かせますみたいなのは必ず必要なのかなと思ったんですけど。ない方がいいです。ない方がいいです。これ入れた方がいいよっていう人多いんですけど、私は入れない方がいいと思います。
なぜですか。結局面接で何かを伝えるときに果たしたいゴールっていうのは、聞いた面接官がこの人を採用すればうちの会社で活躍しそうだなって思ってほしいわけじゃないですか。というときにですね、逆の立場になってください。駒澤さんが私に初めて会いました、私のこと知らないですっていうときに、駒澤さん私のこと信用してください、私は信用に足る人物です、こうやって言ってきたらどう思います。信用はできないですね。できないじゃないですか。でも一方で私は就活とかを今まで一生懸命やってきて、今まで3年間 YouTube で200本の動画を出し続けてきたことによって再生回数が合計1000万回あって高評価率 98% なんです。それぐらい就活生が人生を前に進むためのアドバイスを真剣に人生かけてやり続けてきたという実績があります。こういう成果とか取り組んできた具体的な内容を言われたらその人の話聞こうかなと思いません。はい、みたいな違いで活躍そうな相手に残ってもらうには具体的に何をやったか、そしてどんな結果を出したか、この2つを伝えることが説得力を増すために重要で、具体的な取り組み内容をボリュームアップして根拠として相手がそうだなと思ってもらえる要素を増やしていく、こっちの方が目標を達成するためには効果的だったりするかなと思います。大学2年生の秋に発表記事を取って、その後なんかどうしたのみたいな絶対聞かれる気がするんですけど、そういう意味だったら目標を800点でクリアしたからそこでストップしたっていうのは別に悪くなくて、そこは自分の中で取りたい点数取れたからこそより未来のために今はこういうことをやってますって言えばいいんですよ。その後何したかっていうよりは具体的に何したかっていうのを突き詰めた方がいいっていう感じですね。そうですね、そうですね、そっちの方が掘り下げられるポイントとしてはいいかなと。面接全体でそのチームでやったこととか伝えられてたら良いので、ガクチカでトイックの話をするときに無理やりチームの話をこう入れて濁らせるっていうよりかは、自己 PR でチームでやったことを入れようとか、面接全体に伝えられればいいんじゃないかなと思います。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。ガクチカがないって言ったら試してる方はもうこれからガクチカであったり参考になれば嬉しいです。ということで本日もありがとうございました。